はい、皆さんこんにちは。乃木坂新チャンネルでございます。本日はですね、また古書を紐解くシリーズを、やらさせていただきます。いつもご紹介します、こちらですね、食道楽という本、こちらの中からですね、本日は、タイの卵酢という、はい、もう料理名だけ聞いたらあんまりよくわからないような料理なんですけども、作っていきたいと思います。ではまずはですね、いつも通りその文明を読まさせていただきます。まずですね、これはタイに限りません。何の魚でもようございますが、小さく四角に薄く切って少し酢を効かせておきます。別に水とみりんを煮立て酢と塩を入れ、水溶きのくずでドロドロにしたのを冷ましてから卵の黄身と泡立てた白身を入れます。黄身3つに白身1つくらいの割でよくかき混ぜてお魚の身へかけて出すと。で、酢のものでは一番上品な味がしますと言ってます。文面だけ見るとまず気になったのがですね、その卵を合わせるときに火を入れないんだなというところですね。で、その一番上品な味がするっていう感じなので、一体じゃあどんな味がするんだろうっていうのが僕は一番興味津々だったので、本日はこの料理を、はい、作っていこうと思います。ではよろしくお願いします。ではまずですね、タイから切っていきましょう。タイがですね、小さく四角く薄くと書いてますんで、一体どういう感じなんだろうってこう考えながら、でしょうね、そのなんだろう、書く人の感覚によってその小さくってじゃあどの小さくなんだろうとかあるじゃないですか。でもその卵酢を上からかけて食べなくちゃいけないんで、あんまり小さすぎても逆にダメなのかなと思いまして、四角く薄くなんですね。だからちょっとこう切ってどうでしょう。四角にしてしまいますとですね、結構身がへつれてしまうんでもったいないなっていうのがなんかすごい料理人の僕からした思うので、でもちょっとね、やっぱりその文にちゃんと沿って作らなくちゃいけないという僕は使命がありますんで、はい、なのでよいしょこういう感じでいきましょう。はい、はい、で四角く切ったタイですね、少し切りましょうか。ちゃんとあれですね、僕だけじゃなくてね、永井さんの分も作らないと怒られちゃうんで、はいはい、ね、ちゃんと永井さんも試食してますからね、僕だけじゃないですからね、なんか俺ばっかり食べてると思われてもあれなんで、はい、でタイを切りました。でこれに、お酢ですね、お酢を少しなんか合わせておくと書いてましたので、もう本当に傷純米酢です。純米酢をちょっとまあなじませるとなるので、多分こういう感じなんだろうな、多分あんまりこう漬け込んでしまいますと筋目になってしまいますんで、筋目とは書いてなかったので、はい、なのでこうなじませておくとなったので、もう少しいきましょうか。はい、こういう感じで、はい、ちょっとじゃあこちらで酢をなじませておきます。ではですね、続いて、みりんとお酒ですねを、鍋にかけると書いてます。こちらお酒とみりんを、割合は、まあ、いつも通り書いてないので半々にしました。はい、水とお酒半々で火にかけます。
で、これにお酢とお塩で味を入れて、それを水溶きのくずでドロドロにって、こう表現があれですけど、多分まああの餡にするんだろうなと思います。で、その後に卵を合わせますよね。なので結構多分強めの餡でいいんじゃないのかなって僕は思ってるので、でもそれを餡にしてから冷やすとくずって結構やっぱ硬くなるので、その辺のその割合というか塩梅が難しいのかなと思いながらちょっと今やっていきますね。はい、よいしょ、お塩ですね。沸いてきましたね。よいしょ、じゃあ火を弱くして、ちょっとあとお酢も入れますね。でもあれですよね、お酢と卵ってマヨネーズですよね、はい、多分そういう感じなんでしょうね。卵酢って感じなんで、多分酢はしっかり効かした方がいいんじゃないのかなと思います。要はなんか甘酢に卵が入ってるイメージですかね。じゃあですね、これをくずで溶いていきましょう。で、くず溶くときに気をつけなくちゃいけない、まあ、あの片栗粉もそうなんですけど、あの沸いてるところに入れていくと、その入れたところからどんどん固まっていくんでダマになりやすいですね。なので一回沸かすじゃないですか。そしたら火を弱めるか止めてください。で、そこに混ぜながら、ちゃんと混ぜながら入れていくんですね。そうするとダマになりづらく全体的にちゃんととろみがつくので、クズが入ってから再度火をつけていただいて、そしたらもう強火で、逆にクズとか片栗粉はしっかり火を入れないと粘りが出ないのと、あと粉っぽい味が残るので、ここはですね、でこうしっかり混ぜると、あの別に強火でやってもこうその当たらないんで、はい、ここでもしっかり味入れて、あの火を入れてください。もう少しとろみつけちゃいますね。よし、じゃあしっかりここで火を入れて、こんな感じです、はい、ではこれを、ここにですね、氷を用意したので、よいしょ、一度よいしょ、冷まします。はい、はい、ではですね、ちょっと今あんを冷ましている間にですね、合わせる卵、はい、黄身3つに対して白身が1個と、記してましたので、その書いている通りで、白身は
泡立てておくと書いておりましたので、まあ、多分メレンゲにしとくんだろうなって思いますので、はい、ちょっともう先に冷ましてる間に泡立てておきます。お菓子じゃないから、なんかメレンゲはそこまでなんか立たさなくても泡立てておくっていうところまでだったんで、なんか逆にこれぐらいでもいいのかなって思いながら今泡立ててます。いや本当にね、食道楽の文章しかないんで、僕も手探りで料理してるんで毎回毎回。例えばね、あれを書いた先生のそのなんだろう、料理哲学とかその考え方、あとはその性格とか分かれば、あの先生だったらこれぐらいかなとかいう予想もつくんですけど、そういうのも全然分からずにやってるんでよし、こんなもんでよろしいかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、今お酢なじませていた鯛をちょっともう揚げておきます。こんな感じですね。ちょっとうっすら周りが白く、はい、まあお酢に漬け込んでるんでね。はい、ではですね、先ほど、水溶きのくず粉でドロドロにしました、はい、あんになるんですかね、が冷めました。ではこれに黄身と白身を合わせていきます。黄身はですね、もうある程度よいしょ溶いといて、よいしょ、はい、もう思った通りの色になりましたね、見事に、はい、なりました。でここに白身ですね。でしょうか。よいしょ。卵酢できました。なんかちょっと僕が思ってたのと違うような感じで、今ちょっとドキドキしてますけど、はい。では盛り付けていきましょう。ではですね、お酢を絡めていた鯛の切り身ですねを盛ります。
で、この上から卵酢ですね。をかけていきます。どんな感じでしょうか。よいしょ。はい、はい、では本日ですね、お料理できました。タイの卵酢です。はい、では、いつも通り私が自ら試食させていただきます。なんかもう本当に見た感じはあれですね、こういう器に盛るとなんか本当に無料屋さんの料理っぽいですね。いただきます。うん、確かに上品ですめちゃくちゃ優しいですね、この味。まあその味のバランスもあると思うんですけど、でもなんか思ったよりタイの味がすごいちゃんと感じます。うん、作ってて思ったんですけどね、途中で僕なんかちょっとマヨネーズっぽいですよねとか言ってましたけど、あれですね、僕らがよく作るあの黄水というか、それはあのお酢と卵黄で作るんですけど、それにもほぼ一緒ですね。はい、でこれはなんかそれになんか卵白が入ってるので、ちょっとなんですかね、黄身の感じが弱い分優しい味、その僕らが作る黄水よりはすごい優しい味になってます。でもだからあれですね、よりこうタイの味が感じるというか、美味しさが、はい、際立ちますね。うん、多分これあれですね、これタイ切り身にしてすぐにお酢に合わせましたけど、最初ちょっと塩しっかりめに当ててから酢にする、酢に合わせるのもいいかもしれないですね。もう本当に筋目ですね。はい、確かにあの書いてた通りむちゃくちゃ優しい上品ななんかサーモンって感じですね。でもこれは本当にあれですね、味のバランスさえ変えればもう本当に普通に一品としてお出しできるような料理になりますね。うん、なるほど、これは確かに美味しいですね。はい、これ本当にあれですね、今日はタイでやりましたけど、他のお魚でもできそうなヒラメとか白身じゃなくてもなんか筋目にしたイワシとかでもいけるんじゃないのかなと。そうするとあれですね、その上にかける、卵酢の味のバランスをもうちょっと強めにすると、はい、問題なく美味しく召し上がっていただけるかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんもご家庭で作ってみてください。よろしくお願いします。これは本当美味しいので、はい、この動画を見て美味しそうだなと思ったら、もういつも言ってますけど、ぜひ一度作ってみていただければなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日胡椒ひも解くの中で、タイの、卵酢、はい、お料理作らせていただきました。はい、どうも本日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。